パンツァーマスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ドラゴン3号突撃砲 G 型初期型です。はい、まあちょっと3号戦車続いちゃいますけれども、まあこの時期3突持ってきたんで、まあお察しいただけるかと思いますけど、もう例のやつがそろそろ来るんで、はい、まあやっぱりドラゴンやっときたいなっていうことですね。はい、まあ3突はもう本当にファインディティールのキットはもう正味の話、ドラゴンで、まあものすげえバリエーション出てますから、もうどれ買ったらみたいな感じになっちゃってますけど、とりあえずまあやっぱりドラゴン外せないなっていう感じなんで、今回まずはこれご紹介します。それでは早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。これはもういつものボードですね。マジックトラック、それからエッチングパーツ、デカール、金属ワイヤー、クリアパーツ、あとおまけのパーツがついてますね。これは車体ですね。はい、フェンダーとか入ってますね。これも車体ですね。これは車体のパーツとサスペンションが一部入ってますね。これはアクセサリーですね。これはインテリアかな。これは頬の関係ですね。これアクセサリーですね。これもそうですね。あ、ここ湖の株写真です。これは足回りですね。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙はいつものようにパーツ図ですけど、今回使わないパーツほとんどないですね。これ珍しい。はい、組み立てはもう天輪からですね。まあほとんど貼り合わせで、ヨドリンだけ中にエッチングパーツで、はい、パーツが1個ありますね。はい、で株車体はもういつものって感じで、中にアクセルロッド入ってますね。まあ、まずそれを固定して、そこにスイングアーム、ダンパーサスとか、はい、そういうのをつけていくと、もうまあいつもの工程ですね。はい、これ大変ですね。はい、でこれはリアパネルですね。はい、マフラーとか、フックの基部とか、はい、いろいろついてますけど、相変わらずこういうところ細かいですね。うん、で、組み上がった株車体に天輪と、これは前の予備走行じゃねえや、増加走行ですね。はい、で、リアの、リアパネルの、これはデフレクターですね。はい、その辺の工作をして取り付けると。で、脇は小物ですね。ジャッキーとか、トーケーブルとか、フェンダーのステーとかですね。はいはい。はい。フェンダーの工作ですね。はい。まあ、相変わらずなんですけど、わかりづらい。はいはい。まあ、OVM がね、乗ってるだけなんですけど、はい、これ、例えばこういうパーツとか、はい。ちょっと仮組みしないと分かりづらいですね。はい、うん、もうここからは上部車体ですね。キューポラーですね。はい、もう相変わらずですね。はい、もうペリスコープも別体だし、細かいパーツがいっぱいついてて、カニメガネとかもちゃんとついてますね。うん、いやもうご覧の通りですね。はい、
パーツ見るまでもなく細かいですね。で、戦闘室の後ろですね、これは。で、ここは正面と、はい。はい。もうこの辺とかもう非常に分かりづらいですよね。うん。スモークディスチャージャーとか、あと、これは、あれですね、はい。ハッチですね、はい。ハッチ周り、オープンクローズで、機銃がつくと、うん。これは、中ですね。無線機ですよね、これは。戦闘室の中のパーツが多少あるっていうことですね。うん。これは、車体のあれですね。はい。上部の後ろの方ですね。スペアの天輪とか、あと、これは、点検パネルですよね。まあ、こういうところがもう、気温バラバラで、はい。クリーニングロッドすらバラバラですね。はい。これは車体の横のインテークですよね。はい。多分、エッチングパーツありで、こういう感じですね。はい。うん。まあ、工作そのものは、3と2というか3号選手は見たことある人なら、まあ、さほど難しくないって感じですけど、まあ、あとは、パーツですよね。うん。はい、アクセスパネルつけて、天輪つけて、で、前ですね、これはね、ノテックライトとか、トランスミッションルームの点検パネルとかですね。これはもうインテリアですね、はい、戦闘室の内部ですね。この辺が床とかで、これが、これ、放火で照準器とかついてるんですね。はい、はい、砲の機関部ですね、これは。で、手法を組み立てて、乗せると。まあまあ相変わらずですよね。いっぱいついてて、うん、嬉しいのかそうでないのか。で、出来上がった各パーツですね。はい。下部写真にこれですね。はい。戦闘室の中と上部構造と手法と前のパネルをつけて、フェンダーとか後ろのパーツを組み立てて。針合わせると。マジックトラックついてたんで、まあ、中央記述はこれだけですね。いつものように左右分かれてますね。最後、塗装図ですね。はい。今回は全部で5パターンですね。マジックトラックです。ドラゴン、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、左右で形が違うもの、これ、色分けをしてちゃんと区別、つけてます。これ本当親切なんですよね。マジックトラックです。もう出来はこの通りですね。はい。まあ間違いなく最高峰の出来ですよね。まあただご覧の通り全部バラバラなんで、まあ組み立てですし、押し出しピンの後は、はい、ワンピース、はい、それぞれ2個ずつなんで、まあ全部削る。はい。まあこの作業がまあ幾多のモデラーを泣かせたってんですかね。はい。まあ、そういう出来です。はい。マジックトラックです。ボードのパーツですね。はい。まず、エッチングパーツからですね。まあ、ドラゴン3号戦車の系列、分かりやすいですよね。メッシュのグリル、それから、車体の脇につくパーツとか。で、この輪っかは、ユードリのやつですね。で、この辺の三角のやつは、これ多分、フェンダーステイとかの、はい、補助材ですよね。で、ステンレス製のワイヤー、これは牽引ワイヤー用で、デカール、はい、カルトグラフ製ですね。はい。で、ペリスコープとか照準器とか入ってますね。クリアパーツ、これは MG ですね。車載機銃ですね。まあ素晴らしいですよね、いつもの通り。箱組み済みの下部車体です。もうモールドすごいシャープですよね。直近でやってるんで、まあ違いは分かってもらえると思います。まあだからってタミヤがダメってわけじゃないんですけど、まあこういうところはさすがですよね。で、これディフレクターの多分ガードのところですけど、こういうの後からつけないで一体モールドしてくれるんで、こう工作が非常に楽なんですよね。はい。まあそこはこういう感じですね。はい。まあ普通な感じかな。走行表面は、まあ、なし地ですね。はい。はい。
結構質がいいな CG なんですよね、ドラゴン。車体のパーツです。戦闘室とかフェンダーとか、はい、そういうのも入ってますね。戦闘室ですね、はい。まあ複雑な形状を一発で抜いてくれて、まあこれ箱組みとかは結構しんどいですよね。で、溶接痕、はい、まあこういうところはまあ普通ついてるのは当たり前なんですけど、この奥まったところとかもしっかりできてますね。でこういうとこですよね、細かいディティール、もうその手を抜かないっていうんですか、しっかりディティールついてますよね。フェンダーです。まあ滑り止めのモールドとかは相変わらずで、はい、まあ繊細ですよね、はい。まあ当然こういうところ、それからこういう内側とかも、とにかくこうディティールがついてるところはもうきちんと再現されてますね。あとこれはあれですね、スモークディスチャージャーの基部ですね。これ戦闘室の天井ですね、はい。まあヒンジとかもしっかりディティールついてて、溶接痕もいいですよね。まあこういうところもまあ無理に別体しないで、はい、ワンピースで綺麗に成形されてますよね、はい。これはコマンダーハッチですよね、うん。と増加走行ですね、これはね、ドライバー席のところか、はい、20V もう見えますね、はい、素晴らしい出来で。これは車体正面のトランスミッションルームの点検パネルですね、はい、横開きの、うん。これは車体につくフックですね。これは車体内部のパーツですね。で正面につくパーツですね、増加走行とかドライバー席の、はい、ビジョンポートですね。これはコマダハッチのパーツですね。ペリスコープの受けだな。これはベンチレーターですね、はい。でもう一枚のフェンダーと、フェンダーの裏側ですね、はい。まあいつも通りしっかりモールドがついてますね、見えないけど。でこれはあれですね、ベンチレーターですね、はい。中しっかりディティールついてますね。車体のパーツですね。まあ、後ろ側のエンジンルームの上のものが多いですかね。エンジンルームの上の天板ですね。溶接痕とガイドの他何もついてないんで、まあヒンジとかその他もろもろは全部後付けってことですね。はい。まあ、こういう感じで。まあ、そつなくっていうんですかね。はい。もう、こういうところもしっかりできてますよね。これはエンジンパネルの上の点検口のパネルですね。まあ、穴が開いてるところは、外枠つけて、バッドを乗せるとこなんで、こういう感じで。で、ヒンジが片側しかついてないですね。はい。これは、片割れが別体ってことですね。うん。これ多分中のパーツで、で、こういうマニュアルをよく見ないと、どこに使うのかわからない細かいパーツが、まあ、いっぱいついてますね。これは、正面ですかね。車体下部の正面の板と、さらに増加走行ですね。はい。止めボルト、相変わらずいいですよね。はい、これは点検パネルの上のパッドですね、はい、はい。こういう小さい道具箱みたいなのがついてますね、はい。こういう感じですね。もうストッパーとか、まあ、素晴らしいですね。これは車体脇の空気取り入れ口ですね、はい。まあ、一体モールドですけどしっかりできてますね。右側のパーツは車体脇の空気取り入れ口のパーツですね。で、点検パネルのちっちゃいやつ。で、これがここにつくなんか枠みたいなやつですね。はい。これは車体正面の、はい、トランスミッションルームの、はい、天板ですね。はい。これはこっち側にヒンジがついてますよね。で、これはあれですね。車載機銃の防潤。で、多分これが運転席というか、戦闘室のハッチですよね。こっちが正面の防潤増加走行ですかね。
さっきのパーツはこれが上ですね、はい、しっかりディテールついてますね。車体につく一部細かいパーツと、あとサスペンションの一部ですね。これリアパネルの一部ですね、はい。このパーツ多分ここつくんですけど、マニュアルには書いてなかったな、相変わらずだな、はい。でこれはフックの基部ですよね、はい、うん。これは多分スイングアームですね、はい。いや細かいな、はい、うん、細かいですね。でこっちがダンパーサスで、これが湯取りの位置とかちょっと変えるやつですよね、うん。マフラーですね、はい。いやーもう細かいですよね、はい、もうさすがだな。この辺のは車体につくパーツだな、フェンダーの中のやつですね、うん。これはリアパネルの一部と、これ機動輪の基部のパーツですね。これは後ろのディフレクターのとこですね、うん。とまあこういう細かいパーツがいっぱい、スイングアームとかさっきのダンパーサスとかやっぱり一体形成ですけど、まあ素晴らしい出来ですね、うん。ちょっとスイングアームアップにしてみましたけど、やっぱりこういうところは表面処理がこう他と違いますね、うん。これは戦闘室内部のパーツですね、はい。砲の機関部とかそういうのが入ってますね。これは多分後ろの間仕切りかなんかですよね。まあほぼほぼ見えないのにしっかりまあディテールついてますね。これ砲のパーツですね、基部と。でこれが戦闘室の床ですか、うん。これも多分砲火の一部ですね、はい。もうこの辺は完全に砲のパーツですね、砲火、砲磁でハンドルとか、はい、こういうのがついてますね、うん。これカニメガネですか。でこれは無線機ですね、はい。このやつはラックですね、うん。手法のパーツですね、はい。まあこれは配給系のところで、まあ、方針そのものはまあ一体形成ですね。まあこの辺が機関部のパーツで基部につくやつ、この辺は砲尾ですよね、海壁のあるところで、マゼルブレーキ、まあこういう感じで分割されてます。まあこういうところですね、細かいディティールがすごく、はい、丁寧に再現されてますね、うん。いやまあいつも通りのドラゴンのね仕事なんですけど、まあこういうところさすがなんですよね、はい。細かいパーツがいっぱいついてます。まずこれはですね、あんた側向いてますけどヒンジです。でスモークディスチャージャーのシリンダーですね。あとこの辺はフェンダーの中の方とかにつくディティールで、これ3と2のフェンダーのブラケットですよね。でこういう細かい服もこれとこれ違うんですよね。いやもう相変わらずっていうか、まあこれ丁寧に切らないとなくしたり変形したりしますよね。これアンテナケースですね、うん。もうほんと細かいですよね、この辺は。これ蝶ネジついてるから多分ジャッキーのストッパーとかですよね。でこれ多分ハッチの開閉ハンドルっていうんですか、ロックですよね。これ多分ドライバー席のビジョンポートのカバーとか、これはドライバー席の手前のマウンドですよね。しっかりこういうところ再現されてますね。いやいや、はい。でこれがシリンダーで殻と、はい、それから弾丸が入っている状態、まあ、ちゃんとついてます。当然こう口の切り欠き、はい、それもついてますね、はい。でこれがさっきのヒンジですね、はい。これ多分エンジンルームのところの点検パネルのヒンジの片割れですよね。これもアクセサリーですね、はい。牽引ワイヤの、はい、先っちょですね。まあドラゴンはいつものようにこれ別体で、まあストッパーですか、もう再現度高いですよね。
まあ、自分でワイヤーつけて巻かなきゃいけないっていうことを除けば、まあ、素晴らしいですね。ケース磁フックとか、車間灯、ジャッキ台、アンテナ基部ですね。消火器。これは多分、車間灯の基部で、これ使わないな。はい。はい、もうこういう出来ですね。はい。シャープでいいですね。はい。クランプも。まあ、エッチングパーツをね、入れないのはわかりますよね。はい。この出来ならば。で、いっぱいついてるんで、これ余りますよね。はい。すげえ嬉しいですね。これは、これ全部ジャッキですね。はい。ストッパー、ジャッキのストッパーはこっち側に集めてあるんですね。うん。こっちネジついてますよね。こっち側はノーテックライトついてますね。あと、クランクとかワイヤーカッター、クリーニングロッドなどと。で、一個だけ、クランプが一個ついてますね。おまけでね。足回りのパーツです。同じランナーが2枚ついてます。キドリンとユドリンですね。はい。いやーもう負けず劣らずいいですよね。はい。もうこういう表面の質感とか、はい。形とか。でも、何なんですかね。これ、陸地のとこですかね。はい。やっぱギア潰れ気味なんですよね。これしょうがないのかな。ユドリンは、まあ、シャープで、ハブキャップ別ですね。ロードホイールですね。まあいつものようにラバーゴムのとこに字が刻印されてますし、まあハブキャップとこの本体っていうんですかね、ボディのこう質感の差とか、あとまあスポークに当たるところっていうんですか、はい、溶接痕やっぱついてますよね。うん、もう本当さすがですね。はい。これはロードですね。はい。アクセルロッド、はい。まあ、中に入れて止めなきゃいけないってやつですね。で、今回、蝶ネジ結構使ってたんですけど、ここについてますね。はい。はい。ロードホイール、これは内側のやつですね。はい。これはリターンローラーですね。はい。これもゴムのところ、字がきっちりついてますね。で、これは多分、ヨドリンの。ハブキャップですね。これは予備の方ですね。はい。予備のロードホイールですね。で、これが予備のホイール止めてるピン。あと、キドリンの基部とか、車体につく下の方につくサスの一部とかですね。うん。車輪の裏側ですね。はい。まあ、いつも通りですね。まあ、この辺なんかはもう全然見えないんですけどね。はい。ドラゴン的にはまあ、見えるってことなんですかね。はい。これはロードホイールの裏ですね。これは予備天理の裏側ですね。はい。リターンローラーと。パーツの紹介は以上です。総評です。相変わらずのまあ、パーツ数とディティールで。まあ、お腹いっぱいって感じですよね。はい、ドラゴンのキットって、もう、いつも見るたびに、こういう思いに駆られますけど、まあ、まあ、素晴らしいキットだったと思いますよ。はい。で、現状このキットは絶版です。はい。ただ、ドラゴンは去年、N 型にネオトラックですよね。例の部分分割のリタイつけて以来、実は3号戦車の系列かなり再販進んでるんですよね。はい。これはまだ出てなかったかもしれないですけど、他のバリエーションかなり出てるんで、まあ、G 型の初期やりたいという方は待ってれば出ると思いますよね。はい。まあ、値段は別ですけどね。はいはい。で、まあ冒頭で説明した通り、まあ今回この3突やったのは、まあ次回通常通り入ってくれば、タコモブリッツの G 突やる予定なんで、まあ、いい比較になるかなと思います。何しろ、3突のファインディティールのキットはもうドラゴンしかなかったですから、まあ、そういう意味では、まあ、期待もすごく大きいですしね。まあ、本当に楽しみなキットです。はい。まあ、なかなか、話してもあれなんで、はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かな
と思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァーノーライフ。